2005年4月7日、世界最新最高を目指し生まれ変わった富士スピードウェイ。この新聖地を攻略するために選ばれし男たちが集結した。新生富士スピードウェイ完全攻略 NSXR ワンメイクバトル。はい、今月は新しくなった富士の、徹底攻略です。そしてですね、今月号から、大幅リニューアルをしたこのベストモータリング、新たな新人かな、助っ人かなっていう感じで、今回この方をお呼びしてます。3年ぶりの登場です。土屋圭一スター。ご無沙汰でございます。ご無沙汰です。帰ってまいりました。やった、やっとこの3年苦しかったです。そういう話じゃないか。違うかね。違う。そしてですね、はい、新たにですね、ここでまた強力な、キャスターを1人。これはもう超豪華。そうですね、いきます。 2年連続の GT チャンピオン、元山聡。どうだい、強力だ、強力だ。初めまして、初めまして。これは初めまして。家は近いんだけど。まあやっぱりあの前からね、その土屋さんからお誘いはもらってて、でもただやっぱりレースに夢中でね、余裕がなかったので。でも前からやっぱいいなと思ったな、こういうビデオ見て出てみたいなって。いや結構俺もね、車好きだから、だからいろんな車乗れるし、それをこうちゃんと自分のね、あの視点でいろいろ語れるし、これ結構いいと思うし、今回からお願いします、はい、ということで土屋さんもまだ新たに、僕の場合はですね、はい、ファンにいいメッセージを送りたい、正確な言葉で正確なメッセージを送りたいということで、僕はまあやめてたんですけれども、ようやく復活して、皆さんのために今後ね、あのニューベストモータリングを作っていきたいと思います、はい、そこで、元山さんを3年間口説いて、ようやく連れてくることに成功しました。頑張ります、さあということで、全てが新しくなった超豪華メンバーでレギュラーでお送りしたいと思いますが、新しくなった富士スピードウェイから今月の7月号です。春ですね、夏ですね、見ちゃおうかなみたいな。はい、ここからお送りしたいと思います。2005年4月10日、ついに富士スピードウェイがリニューアルオープン。07年以降の F1 開催を目指し、2年間に及ぶ大改修が行われ、 FIA のグレード1規格を取得。コース設計はセパンをはじめ、バーレーン、上海などの近代 F1 グランプリサーキットを手掛けてきたヘルマン・ティルケ。Cars can close up and overtake, hopefully in while braking to the first corner. The second overtaking point is the turn 10. It is the turn before it, the track rise up again to the start and finish line. トリッキーなコース設計に定評あるティルケは、歴史ある富士をどう生まれ変わらせたのか。まずはコースチェック。あ、きつ。これが1コーナーです。きつ。ほぼヘアピンみたいな、マレーシアの1コーナー、しかも下ってるし、しかもここでもう巻き込みそう、そうそう、ここでここであっち行っちゃうね。 A コーナーがこれ、こっからだと、結構こうちょっとこう縦でうねってるっていうか、山になってて、こうクリップが見える、ブレーキングポイントが見えない。で100あるでしょ。さあこれがね、どこでどうクリップについていいのかさっぱり分かんないんだよね、クリップがどこか分かんないね、100あるね。この辺アウトにしといて、この辺で一回切り込んだらいいのかな。これヘアピン、これもきついね。一見きついですね、入り口は、そうそう、でも出口が広い、でも広いから、結構早めに、これ3でいけるんじゃない。2つのコーナーで構成される 300R、進入わずか 15R のダンロップコーナーを抜けると、いよいよテクニカルセクションへ。
でこれがガビオニコーナー。ガビオニコーナー、ガビオンコーナーで、これ3でいけそうだね。けどね、難しい。ここがね、思ったよりこっちにこうやって行っちゃうね。これ行っちゃうだろう、ね、なんか見た目の感覚でここダダダダって入っちゃいそうな気がして、なんか走ったことありそうな言い方だね。レッツコーナーもティルキャお得意の複合コーナーだ。これで最終コーナー、これここね、すごい難しいと思う。4、こう荷重乗っかったまんまで、ワンワンで2だね。そしてそれも上りじゃん、これ、うん、急に曲がるんだ、これ。そうそう、あー、これはさ、TI の最終よりきついね。うん、いや、もっときつい、もっときつい、もっときついね。はぁ、で、直線だけは残ってると、富士が。まっすぐは景色いいね。あー、なるほどね。そして、路面の平滑性は FIA グレード1基準の半分の誤差で仕上げられ、エスケープゾーンはコース面積を大きく上回る広さを確保。路面にはアスファルト舗装が施された。さらに衝撃吸収力を高めた防護フェンスの前には40のタイヤバリアが。雨が降るとコース上の至る所に川ができた富士だったが、ランオフエリアの隅々に排水溝を設置。そのこだわりは縁石の中にまで及ぶ。世界最新の設備で構成される新コースの印象は、A コーナーから100ある。あの辺あたりがやっぱりね、こうスコーンと行けて気持ちいいかな。あとはなんか、広いジムカーナー場かなみたいな。さあ、それでは、3人で乗ってみたいと思います。排気量、駆動方式別にタイプの違うマシンを用意。土屋、服部、本山の3人はどうコースを攻略していくのか。まずは FR スポーツの定番ホンダ S2000、 250馬力の VTEC パワーと前後重量配分50対50の FR レイアウトの組み合わせは、新生富士とどんなマッチングを見せるのか。さあ、新生富士スピードウェイですね。やってまいりました、富士スピードウェイ。レーシングスピードで走るのは今回が初めてのドリル。コースチェックの時と印象は変わるのか。最終はというと、これもきつい。きついですね。なかなかきついです。それでも 1500m のストレートは一気に5速まで加速。思ったより速い。このコーナー思ったより速い。ここ怖い、ここ怖い。これ100ある分かりにくいよ、これ。出口きついしね。あー、突っ込みすぎる、ヘアピン。さすがのドリドリもアタック1周目はライン取りが定まらないのは当然か。ジムカーナっぽいって言っていたテクニカル区間はどうか。これも2でしょう。踏んでアンダー消していく。そうだね、こんな感じ。あー、これも騙されるな。ヘアピンと一緒、外側が広いからどうしてもブレーキ我慢したんだよね、奥までね。2ラップ目、ドリドリはどう走りを修正してくるのか。ストレートエンドでは最高速を計測、213.9km をマーク。インを見て、インを見て、インを見て、で外を見て全開っていう感じ。外の広さを見てね。ここインがハンドル切らない、外に逃がして回転上げる。ここは結構緩いからスピード乗せていかれる。ほら、ここ騙されるから、この辺からもう3人落として入ってった方がいいね。で、あんまり早く早めに入っちゃうと出口きついからね。ヘアピンも騙されない。インだけ見る。インだけ見てクリップついたら全開。外広いから大丈夫。で、ここはきついんだけどね、それほど気にする必要ならこの 300R。 できるだけハンドル切らないようにして、フロントタイヤに抵抗を与えないと回転速く上がってくからね。
回転落ちるな。ここもね、ルーティアンダー消す。うお、騙されない、騙されない。これ一つのコーナーとして見ちゃう。で、踏んで曲げる。もう最終コーナーもそう。最終コーナーのインだけ見てる。外見ない。で、こっから踏んで、弱オーバーを出しながら旋回して脱出していくっていうね。こんな感じだね。もう騙されねえぞ。2周目はしっかりと走りをまとめたドリドリ。ベストは2分8秒96。2台目はアコードユーロ R スプーン仕様。ドライバビリティの高いトルク特性の K20A にダブルウィッシュボーンサスを持つ FF スポーツと富士とのマッチングはどうか。ストレートエンドは5速8000回転、最高速は210キロをマーク。よいしょ、うまく向き変わった。おお、行き過ぎた。クリップつけなかった。はっちゃんもレーシングスピードで走るのは今回が初めてとのこと。 FF スペシャリストの第一印象は、前半セクションはね、すごく、まあ本当基本に忠実な動かし方をしてあげれば大丈夫ですね。 FF が苦手とする R が長く続くターン13からのテクニカル区間をはっちゃんはどう攻略するのか。ここもちょっと早めのブレーキでピンにうまく寄せてアクセルをコントロール。ここもそうですね、ちょっとこっち寄っといて、この辺からちょっとうまく前を入れてやるようなね、操作をしてあげれば FF でも大丈夫。減速、旋回、加速を一度に前輪だけで処理させないはっちゃんのドライビングはさすが。3台目は NS スポーツ最大排気量を誇るフェアレディ Z の300馬力仕様ニスモ S チューン GT がエントリー。日産自慢の FM パッケージによる高いシャシー性能と富士とのマッチングはどうか。ベスモ初登場の本山選手はどんな走りを見せてくれるのか。これ100R、これ100R が難しい。これ昔の 100R よりもっとコーナーの中が長くなって、どこで切り込んでいるのかが分かりづらい。これちょっとアンダー気味、ちょっと失敗。全てのコーナーを絶妙な複合コーナーで仕上げたティルケマジック。2周目はどうか。今度は 100R の挙動もバッチリと決めた。立ち上がりはアウトまで使わずにヘアピンへアプローチ、そしてクリップについたらアクセル全開。 180キロオーバーからのブレーキングとなるオーバーランしやすい試験にしっかり減速してクリップをトレース。基本に忠実な本山選手のテクニックは安全で速いスポーツドライビングのお手本走り。ここも難しい。こういいやつく。よし、で最終コーナーはもう土屋さんにはね、直線的に入ってゲロ落として、ここでインに入って全開。タイムは S2000 を1秒7上回った。続いてはインプレッサ WRX スペック C が登場。ミリッターながら42キロものトルクに先進の AWD システムを搭載。筑波では
国産最速戦線が常にリードする存在。ゆるで鍛えられ高速安定性にも定評ある GDB インプレッサ、新生富士でどんな走りを見せるのか。ストレートでは6速まで使用、最高速は230キロオーバー。怖え。舐めちゃいけませんよ、富士の1コーナー。やっぱスピード速いからね、ブレーキとか本当。みんなちゃんと整備してから来てよねって感じ。高速コーナーの 100R ではアクセルオンでマシンのノーズがぐいぐいインに入っていい感じ。タイムは Z を大きく上回る2分2秒87をマーク。超高速コースだった旧富士では抜群のマッチングを誇っていたポルシェ911の最新型モデルタイプ997が登場。 3.8 リッターから355馬力を絞り出す彼らエースの走りに注目。久々のポルシェに我を忘れて攻めるドリドリ。しかし鳥取自らアスファルトランオフエリアの安全性を証明。ごめんね。再びタイムアタックに入る。いいな、いいパワーだ。トルクあるね。ブレーキめちゃくちゃいい。ブレーキめちゃくちゃいい。最高速246キロを叩き出したマシンのコーナーリングはどうか。細かいステアリング操作にマシンがリニアに反応。それでいてピーキーなところがなく扱いやすそう。タイムは国産最速のインプレッサを上回った。ドリドリはチェッカー後お約束のドリフトチェック。重いね。路面ミューが高く速度域が高速の富士ではさすがのドリドリをもってしても余裕とはいかないみたい。ドリフトを楽しむためには相当のスキルが必要となりそうだ。走行結果はご覧の通り。データだけではわからない各社と富士とのマッチング度を3人が評価する。 S2 からいきましょう。これはね、はい、9点。9点、うん、はい、もうちょいトルクとパワーがあれば富士スピードウェイでも10点いただけると。なるほどね、ということはコーナリングは結構もう面白いと、楽しめるぞと。楽しいですね。通常富士スピードウェイの1コーナーって怖いじゃないですか、はいはい、S2 の場合はですねブレーキ効かなくても、あブレーキ効かねえアクセル戻んねやってても、サイド引いて回ればギャリで止まるだろうが、ね、だからね楽しい。アコードユーロ R、はい、私担当しました。6点。これはですね、はい、前半の区間はいいんですよ、うん、結構楽しめるから、うん、けど FF の一番こう苦手なこう横に荷重がかかったまんまのブレーキング、こういうとこですね。そうそうそう、この後半セクションが、はい、ちょっとねこうアンダーをずっと待ってないとこう踏めないっていう、アンダーが収まるの上りではちょっときつかった。そうですね、アンダーがね、はい、はい、ということで次はベアレディ Z さん、ね、これ2分7秒、 S2 よりも1秒早いと。もうちょっと早いつもりだったんですけどね。あ、なるほどね。気になったのがこの後半のビーフ感、ええええ、これでやっぱり、ね、まあ、他のコーナーもそうなんですけどギアが2速と3速の中間を使いたいんですよ。もし走る人がいたらこれアンダーを出さないラインを、ね、見つけて。そんなことあなたどこ行ったって一緒ですよ。アンダー出さないように。でもなんか特に出やすい。出やすいですよね。そうですね。そしてインプレッサ、はいはい、
これはですね、実はこの一つ目ですね、この区間の、はい、ターン13と書いてある、はい、この一つ目がですね、はい、3速のまんますごい綺麗にアクセル、まあブレーキングとアクセルのコントロールでふーっとこう向きが変えれるんですよ。すごくそれもなんつうの、トルクのちゃんといいところで立ち上がってくれるんですよ。だからこの一つ目が速い、うん、でただ、このちょっと発展にしてるのはこの二つ目、はい、ここはどうしてもやっぱりまだアンダーが強いかなと。でもう最終もやっぱちょっとこうターンインのところはちょっと待たないといけない、うん、だからその分ちょっと引かさせて2コーナー引かさせてもらって 2ポイント引かさせてもらって、さあそしてポルシェカレラ、はい、これはどうだったんですか。これは私ですけれどもね、はい、突出した246キロ、ね、これは値段です高いもんね高いもんね、高いですから、ね、ここ数年のポルシェはめちゃくちゃもう切ったらフロントに荷重がかかってる。だからね、扱いやすい、でパワーがあるでしょ。でギアも昔のポルシェみたいにブーンブーってこういうのはない。ちゃんとねクロスしてて乗りやすい。ストレートの長い時の、長いって言ってたけど、まあ、はい、要はハイスピード富士の時だってポルシェってやっぱ速かったじゃないですか、ね、でやっぱそれはこのストレートスピードだと思うんですが、はいはい、やっぱこの新しい新生富士もやっぱ生かされてますかね。全然生かされてますよ。トップスピード的には変わんないんですよ、そこの市販車でやると、はいはいはい、急コースと。なるほど、うん、だから、まあ、トップスピードあの頭打ちになってるのかなと各社、うん、スピード的にはトップスピードは変わんない。なるほど、ね、ただその今回のこういうものができたことによって我々はその他の筑波サーキット行かなくてもここで全部テストできてしまう、こういうことなんですね。今後も富士スピードウェイさんは協力するように ということで要求します。協力するようにだから、協力してくださいじゃないですか、ギブアンドテイクですから、こういうものは、ね、少しもお願いしてね、はい